さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2022-2023 W リーグレギュラーシーズンの第7週の結果などを見ていきたいと思います。それでは早速試合の結果を見ていきたいと思います。レギュラーシーズン第7週の1試合目の結果は次の通りです。富士通対姫路の対戦は接戦で展開し、前半は同点でしたが、第3クォーターに突き放した富士通がその後もリードしていき、80対65で富士通が勝利。富士通は連敗ストップです。東京羽田対トヨタ自動車の対戦は、第1クォーターに大きくリードしたトヨタ自動車がその後もリードを広げていき、41対100でトヨタ自動車が勝利。トヨタ自動車はこれで11連勝です。エニオス対三菱電機の対戦は、第1クォーターはエニオスがリードしましたが、第3クォーターに三菱電機が追い上げ、同点に追いつくと、第4クォーターに三菱電機がリードし、エニオスの反撃を振り切った三菱電機が72対78で勝利。三菱電機はこれで2連勝です。アランマーレ対デンソーの対戦は、第1クォーターは同点でしたが、第2クォーターにアランマーレがリードする展開。しかし第3クォーターに一気に逆転したデンソーがその後もリードを広げていき、59対82でデンソーが勝利。デンソーはこれで3連勝です。新潟対トヨタ紡織の対戦は、第1クォーターは新潟がリードしましたが、第2クォーターに逆転したトヨタ紡織がその後もリードを広げていき、58対78でトヨタ紡織が勝利。トヨタ紡織はこれで4連勝です。愛新対シャンソンの対戦は、第1クォーターはシャンソンがリードし、その後もシャンソンが優位に展開しましたが、第3クォーターに愛新が猛追し、一時逆転。その後はシーソーゲームの展開にもなりましたが、終盤にシャンソン小池選手の活躍もあってリードしたシャンソンが、愛新の反撃を振り切って、65対71でシャンソンが勝利。シャンソンはこれで2連勝です。日立ハイテク対山梨の対戦は、第1クォーターは日立ハイテクがリードし、前半は日立ハイテクがリードしましたが、第3クォーターに山梨が反撃し、一時逆転に成功しましたが、接戦で迎えた終盤にリードした日立ハイテクが、山梨の反撃を振り切って、58対54で日立ハイテクが勝利。日立ハイテクはこれで2連勝です。それではレギュラーシーズン第7週の2戦目の結果を見ていきます。富士通対姫路の対戦は、第1クォーターに富士通が大きくリードしましたが、第2クォーターに姫路が追い上げる展開。それでも徐々にリードを広げた富士通が、その後もリードしていき、81対60で富士通が勝利。富士通はこれで2連勝です。東京羽田対トヨタ自動車の対戦は、第1クォーターは接戦で展開しましたが、第2クォーターにリードしたトヨタ自動車が、第3クォーターに突き放し、51対68でトヨタ自動車が勝利。トヨタ自動車はこれで12連勝です。エニオス対三菱電機の対戦は、第1クォーターはエニオスがリードしましたが、第2クォーターに三菱電機が逆転。その後、三菱電機がリードし、優位に展開。第4クォーター終盤にエニオスも反撃し、追い上げましたが、エニオスの反撃を振り切った三菱電機が、70対73で勝利。三菱電機はこれで3連勝です。アランマーレ対デンソーの対戦は、第1クォーターからリードしたデンソーが、その後もリードを広げていき、52対80でデンソーが勝利。デンソーはこれで4連勝です。新潟対トヨタ紡織の対戦は、第1クォーターにリードしたトヨタ紡織が、その後もリードを広げていき、55対92でトヨタ紡織が勝利。トヨタ紡織はこれで5連勝です。愛新対シャンソーの対戦は、第1クォーターにリードした愛新が、後半リードを広げていき、93対61で愛新が勝利。このカードを1勝1敗としました。日立ハイテク対山梨の対戦は、第1クォーターからリードした日立ハイテクがリードして展開。第4クォーターに山梨も反撃しましたが、それでもリードし続けた日立ハイテクが90対70で勝利。日立ハイテクはこれで3連勝です。ということで、レギュラーシーズン第7週はこのような結果でした。それでは第7週終了時点での順位表を見ていきます。1位は13勝1敗のトヨタ自動車。2位は12勝2敗の三菱電機。3位は10勝4敗のトヨタ紡織。4位は11勝1敗のデンソー。5位は8勝6敗の富士通。6位も同じく8勝6敗のシャンソン。7位は7勝7敗の日立ハイテク。8位は6勝8敗の愛新。9位は6勝6敗のエネオス。10位は4勝10敗のアランマーレ。11位は3勝11敗の山梨。12位は3勝9敗の東京羽田。
13位は1勝13敗の姫路、14位は2勝10敗の新潟となっています。ということで順位表を見ていきました。それでは第8週の対戦カードを見ていきたいと思います。第7週はアーリーエントリーの選手が出場が可能になった週で、非帯同の選手もいましたが多くの選手がデビューした週でした。姫路の石巻選手は早速スタートから起用され、デビュー戦で18得点の活躍をし、同じ試合で対戦した富士通のテミトペ選手も早速デビューし14得点5ブロックと勝利に貢献していました。シャンソンのウチェ選手はデビュー戦で23得点18リバウンドの素晴らしいデビューを飾り勝利に貢献。山梨に関してはアーリーエントリーされた4名全員が出場し、池田選手、コール選手は得点も記録しています。その他にも姫路は遠藤選手もデビューしていますし、アランマーレの野田選手、富士通の安江選手、日立ハイテクの久保田選手、同じく日立ハイテクの林選手は得点も記録し、ダブルリーグでのスタートを切っています。第7週では非帯同だった選手も、第8週から帯同する選手もいると思いますし、どのような活躍をするのか本当に楽しみです。第8週も注目の対戦が組まれていますし、ぜひ第8週にも注目してください。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。